ここからはこのイベントに多大なるご協力をいただいております3メーカーのおすすめバイクご紹介してまいります。各メーカーの最新モデル、こちらをですねそれぞれのメーカーの担当者の方々にご紹介いただきます。それではどうぞ皆様ご登壇ください。よろしくお願いいたします。さあまずは自己紹介をしてから座りましょうか。ではよろしくお願いいたします。はい、ホンダ、ホンダから来ました、鶴町と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ヤマハの田辺と申します。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、鈴木二輪の坂本と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではどうぞお座りください。さあではこのイベント、ね、いろいろな企業にご協賛いただいていますが、特にこの3メーカーの皆様方には多大なるご協賛協力をいただいております。ではヤマハ、ホンダ、スズキのこちらのですねいろいろなお話を伺っていきますが、どの順番でいきましょうか。昨日どの順番からいきました。近い順に。なぜ言わないんですか。すいません。お願いいたします。ではまずはホンダの鶴町健さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、もう PR の方、 PR どうぞ。ありがとうございます。第21回バイクのふるさと浜松2023にお越しの皆様ありがとうございます。改めまして私ホンダ鶴町と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。大人気じゃないですか。あ、いや、なんかびっくりしました。ありがとうございます皆様。本日昨日からですね、ホンダブースの方でバイクの方を7台ほど展示させていただいております。EM1E という新型の電動バイクですね、こちらの方展示しております。それから、CL の250、それから GB の 350S、 それから CBR の 400R、 CBR の 250RR、 それからレブルの 250、 それからレブルの 1000T デュアルクラッチトランスミッション、こちらの計7台の方ですね、こちらを展示しております。で本日はですねこの中から EM1E というですねこの電動バイクですね、こちらのご紹介の方させていただければと思っております。はい、はい、でこちらの EM1E という電動バイクなんですけれども、ホンダでですね国内生産されている二輪車で初めてのですねこの電動スクーター、一般の方向けのですね一般の方向けに販売されている初めてのこちら電動スクーターとなっております。でですねこちら EM1E の E はですねちょうどいいスクーターというのが開発コンセプトになっておりまして。本当の話ですか。これ本当の話です、はい、ちょうどいいの E、 ちょうどいいの E です。ちゃんとされてますね、はい、そうです。でこれどういうものかっていうと、あの生活の中にこう組、なんていうんですか、溶け込んでいただける、皆さんがよく使っていただくスクーターというのを目指しておりまして、どういうものかと言いますと、こちら内容なんですけれども、動力源はですねあのリチウムイオン電池を、伴っております。こちら、モバイルパワーパック E というバッテリーの方こちらを使っておりまして、でこれの専用のですねパワーパックチャージャー E というものに充電器ですねこちら差し込んでいただいて、充電の方はお家の中でお家の中のコンセントにつないでいただいて充電することができます。あ、うん、家の中でできます。家の中でできます。ありがたい。はい、なのでバイクから外していただいて、バッテリーを外していただいて、専用の充電器の差し込んでいただいて、お家のコンセントでお手軽に充電していただく。でもうそのバッテリーを入れていただければもう走るので。どのぐらい走るんですか。航続距離で言いますと、あのフルの充電で約53キロ走りますっていう形になっておりまして、はい、でですねこちら音がとても静かで、それからですね振動も非常に少なくなっておりまして、誰でもお手軽にですね乗っていただける電動スクーターとなっております。でこちらは原付一種、要は原付の免許があれば、もしくは大型のバイクの免許とか中型のバイクの免許とか持っておりなくてもですね、こちら原付の免許もしくは自動車の運転免許さえあればですね、こちら誰でも乗れる幅広い方に乗っていただきたい電動バイクとなっております。なのでですね通勤や通学、それからちょっとした外出、お買い物などにですねぜひ使っていただきたい、そういったものでですね生活に密着できるような、
そういう電動バイクという部分になっておりますので、ぜひですね、皆様一度あの展示の方もされております。それからアクセル体験の方もできますので、ぜひですね一度乗っていただいて、感触など確かめていただいてですね、どういうバイクなのかっていうのをぜひ一回触れてみてお考えいただければと思っております。以上、こちらがありがとうございます、はい、もう幅広い世代でいろいろな用途が、ね、はい、あるバイクですよね、はい、例えば女性の場合気になるのは、はい、色は2種類となっております。ここはすごく正確に言わなきゃいけませんね、はい、パールサンビームホワイト。何ですか？パールサンビームホワイト。パールサンビームホワイト、綺麗な白でございますね、はい、白とですね、それデジタルシルバーメタリックという、まあ、グレード、この2種類を用意しております。はい、わかりました。今のところどちらが人気ですか？まあ、今展示されているそのホワイトの方ですね、はい、そちらの方がまあ人気ではあるのかなと、まあ、発売されたばかりですので8月24日に、はい、まだほやほやですね、わかりました。でもね、本当にあの幅広い方に使っていただきたいですし、はい、そうですね、あの充電マックスで53キロですから、はい、ね、街乗りとか近所どこか行くとか、はい、足代わりになりますもんね。なります、なります、ね、もう本当にこう二輪車ほとんど乗ったことない方ですので、あのお気軽に安全に乗っていただける電動スクーターとなっておりますので、ぜひですね乗っていただきたいなと思っております。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。さあ、では続きまして、どちらから行きましょうか？もちろん近い順ですよね。はい、では、ヤマハの田辺優馬さん、よろしくお願いいたします。はい、改めましてヤマハ発動機販売から参りました田辺です。ホンダさん7台ということですけど、ヤマハも今回7台ご用意をしております。排気量小さいものからですね、まず 125cc のオートバイで、YZF-R125、 あ、ごめんなさい、今日は15ですね、車両は。それから MT125 と、それから XSR125、 この3台、それから、排気量上がりました 700cc のバイクでテネレ700、それから YZF-R7 と、それから 900cc のバイクで、トレーサー 9GT プラスと、それから XSR900、こちらを今日はご用意しております。ブースの方でご覧いただきたいと思いますけれども、今日はこの中からですね XSR125 をこちらをご紹介させていただきたいなと思っております。実はですね、まだリリース前の商品でございまして、リリース前のものが今日ここに、今日はちょっとあのお見せしたくて持ってきてしまいました。これ今、はい、許可得てますか？多分大丈夫よかった。はい、はい、で、先にですね、9月10月と立て続けにリリースをしてきました YZF-R、 それから MT、 こちらの 125cc シリーズに続きまして、もう間もなくですね正式に、国内にリリースができると思っております。価格等も含めて今はちょっとあの外観のところでしかお店ができなくて、すごくあの歯がゆい気持ちなんですけれども、もうすぐですね、正式に国内でも発表ができようかなというところでございまして、今日はそちらを持ってきております。はい、これどんな特徴のバイクなんでしょうか？はい、XSR シリーズというのが、古さと新しさの融合みたいな形でですね、デザイン的にはこうご年配の方だと少し懐かしさを感じていただけるような、いわゆるオーソドックスなモーターサイクルの原点のような形を、今風なデザインの解釈を取り込みながらですね、技術は最新のもの、ただし見た目のところでは少しこうレトロさを感じるようなものも織り込んだようなデザインなんですけども、こちらが 900cc、700cc と大きいバイクがあるんですが、なかなか今昨今ですね、バイクの価格もちょっと上がってきてしまっております。これいろんな法律の絡みですね、排気ガス、それから騒音の規制ですとか、あるいは安全性能のところで ABS の規制が入ったりとかっていうところで、非常にあのコストも上がってきてしまっていて、その中で、若い方ですとか、気軽に乗っていただける商品を国内にもラインナップしたいというところで、強い思いで、今回その 125cc と少しあの小さいバイクでですね、お求めやすい価格帯で用意をしたいというところで、準備をしてまいりまして、今回もまもなくの導入に至っているというところなんです。ありがとうございます。今日も7台、はい、はい、7台ですね、用意していただいてるんですね、はい、今日お客様どのバイクがやはりこう注目度が高いですか？やはりですね、この XSR125 いつ発売なのとか、
価格いくらなのっていうお問い合わせがすごく多くってですね、まあ、ごめんなさい、今日のところではまだリリース、正式なリリース前なもんでして、なかなか申し上げることが難しいんですけども、ただ、R が9月にリリースしました、はい、MT が10月に、14日ですね、今週の木曜日にリリースをしました、いうことはというところぐらいまではお話ができるかなと。ということは、ということは、まあ、もうね、9月10月と来ましたから、はい、あ、もうぼちぼちというところかなと、ね、価格もですね、YZF-R125 が税抜きで47万円 MT が45万円ということはっていうぐらいですね。そこを、まあ、考えたら大体分かってくるかなっていうような感じですね。わかりました、ありがとうございます、はい、さあでは続いて鈴木の坂本清様お願いいたします。はい、改めまして鈴木リネ坂本です、よろしくお願いいたします。今日鈴木ブースには、8台のオートバイを展示してございます。フラッグシップでありますはやぶさをはじめとしまして、GSX SNGT と大型車、それと、今年の3月に発売しました、V ストローム 800D それと GSX 8S バーグマン125ストリート EX、 この3台が展示してございます。それと、通常今も販売しておりますジクサ SF250 とGSX-R125 というラインナップで今日、あ、それとすいません、これから紹介させていただきます、8月24日に発売しました V ストローム 250SX、 この8台を展示してございます。で、今日は、今言いました V ストローム 250SX、 こちらをちょっと強力に、紹介させていただきたいと思います。はい、ではお願いいたします。ここのところですね、オフロードバイクがだんだん減ってきて、林道を走りたいよって言った時にだいぶ限られた車種しかなくなってきています。そうは言っても、ツーリングの、行った時に大体を占めるのはアスファルトですので、アスファルトの道を快適に走りながらも行ったツーリングの先でちょっと林道に入っていくとか、まあ、ここ視線があるけどちょっと入っていくと砂利道かな、でも行ってみたいななんていう、そんな要望に応えるためのオートバイが V ストローム 250SX です。名前の V ストローム 250SX のうち S はスポーツで、 X はクロスオーバーということを意味していますので、ツーリング先に行って、例えばグラベルがあったり、本当にキャンプ場まであとちょっと、あと2キロだけダートなんだよとか、この秘湯の温泉に行くのにあと5キロでダート走りたいっていうような時なんかでも躊躇なく入っていけるような、そんなこの車をイメージして、設計をさせていただきました。フロントに19インチタイヤ、リアに17インチタイヤ、セミブロックタイヤっていうものを履いています。これチューブレスでタイヤになっています。でこれを履くことによって、林道なんかでもグリップそれなりにしますし、何せ、これを履いていることで、アスファルトでの乗り心地もいいということで、その街中を例えば通学とか 通勤とかっていうところで使いながら、休みの日にはちょっと山へ入っていって3桁国道の道の荒れたいところですとかっていうところを走ったことも可能ですし、もちろんアドベンチャーツアーラーですので、防風効果をしっかり高めてあります。高速道路を走っていただいて、遠乗りもしていただくっていうようなことも可能なオートバイになっています。また、もう一つ我々 V ストローム252気筒のものも併売しているんですけども、そちらと比べましてもこう体を使ってアグレッシブに、バンクさせて体の今度は曲がっていくというようなハンドリングの設定にしてありますので、体を使って楽しくオートバイに乗っていただけるというような仕上げになっています。あとデザインもですね、スズキ独特のくちばしデザイン、スズキにはDR ビッグっていう昔パリダカールレースを走った伝統的なレーサーがあるんですけども、それの DNA を受け継ぎまして、このアドベンチャースタイルを作り込んでいますので、とてもかっこいい仕上がりになっているかなと思います。また、単気筒エンジンを使ってね、非常にスリムに作ってあります。で、バイクの本当に、設計上のスリムだけでもなく、このデザインも含めてまたがっただけで、お、このバイク軽そうだねっていうような、そんなイメージでデザインもされていますので、まあ、ブースには今日並んでいますのでね、ぜひまたがっていただいてその辺も確認していただけたらなと思います。
はい、まずはこうまたがって体感していただくということが、ね、はい、ね、大事ですよね。やはり今日ブースではそれが一番人気ですか？はい、そうですね、発売したばっかりでまだ見たちゃんとまたがったこともないという方もいらっしゃるものですから、とても皆さん人気でまたがっていただいているかと思います。はい、ありがとうございます。さあ、ということで3名下の皆さんに、ね、お越しいただきまして、このあと、午後4時まであと1時間半ぐらいありますけれども、皆さんブースにこの後もいらっしゃるんでしょうか？はい、はい、じゃあ分からないことがあったらお三方に聞けば何でも答えてくださると。はい、一人しか返事してないんですけど大丈夫ですよね？任せてください。任せてください。どうですか？大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ね、ぜひその場に行って皆さんが分からないことをね、直に聞いていただきたいと思います。では、皆さん来ていただきましたので、最後に一言ずつぜひご来場の皆様にお願いいたします。それではまずはじめにホンダの鶴町さん、お願いいたします。はい、ですね、ホンダブースの方では先ほども申しました通り、さまざまなバイクの方ご用意しております。ぜひ一度またがってみてですね、感触など確かめていただいて、ぜひ楽しんで帰っていただければと思っております。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では続いてヤマハの田辺優馬さん、お願いいたします。はい、先ほどご紹介した商品以外にもですね、今日たくさん展示ご用意しております。また今日ないバイクについてもですね、何でも気になることあればお越しいただきまして、お声掛けいただければと思います。はい、今日も残り少ない時間ですけれども、もうちょっと楽しんで帰ってください。はい、どうもありがとうございます。では鈴木の坂本清さん、お願いします。はい、これ天気がねとっても良くて、まだまだ今日これから遊べるかなと思いますので、鈴木ブースにぜひ寄っていただいて、でスクーターなんかも展示してありますので、ボックスが見たいよとか、オプション付きの車も展示してございますので、そのオプションの中身を見たいよとか、お気軽にお声掛けいただければ対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、ということでこのイベントに多大なるご協力をいただいております、3メーカーの皆さんにお話を伺いました。ホンダからは鶴町健さん、そしてヤマハからは田辺優馬さん、鈴木からは坂本清さんでした。どうもありがとうございました。